うちは、近距離別居の義実家に遊びに行くと、トメがフィーバーして、アイスだのジュースだの、ヤクルトだのおせんべいだの、あれこれ出してくるんだ。一個だけもらおうねって、娘に言い聞かせてもらうんだけど、同居の甥っ子が、小学校から帰ってきたら、またあれこれ出してきて。娘ちゃんだけないのはかわいそうだから、もっと食べな。ってうるさい。当の娘は、さっき食べたし、一個っていう約束だからいらない。って言ってるのに。それを見て、トメと同居で、未婚の子が一言。そんなんだから、おかんもおいっ子もめいっ子も太るんだよ。少しは娘ちゃんを見習えよ。いくら飯減らしても、間食ばかりしてたら痩せるわけねえだろ。幼稚園児の娘ちゃんの方が、よっぽどしっかりしてるわ。と言って、娘を遊びに連れ出してくれた。続きというか、別の日のことだけど、トメは、自分が、4人の子を育てたからか、最近旦那に、そろそろ3人目作れば？やっぱり、子供は3人はいないと。と言ってきていた。それを、旦那も私もスルーしていたら、私に直接、3人いなきゃ。孫ちゃんたちは、男と女一人ずつだから、一人っ子みたいに育つでしょ？三人いたら、兄弟の良さが出ていいわよ。というようになってきた。そりゃ私だって、経済的にもうちょっと余裕があれば、三人でも四人でも産みたいよ。でも、乙女の時代みたいに、高度成長期でもバブルでもないし、親子で同じ会社に勤めていても、うとと違って旦那のお給料は、頑張っても頑張っても手当がつかないし増えないんだよ。退職金だって出るかわからないし、そもそも定年まで勤められるかどうかもわかんないのに。震災の影響や電力不足による会社のダメージを考えたら、はいそうですねと、次は考えられない。それに、子供がしたいことを、お稽古でも進学でも、できる限りさせてあげたいから、二人で精一杯ですと説明しても、なんとかなるわよ。と聞かないとめ。そしたら、ちょうどリビングに入ってきた小糸が、なんとかなるわよ。じゃねえよ。クラスの中で、ランドセルも学ランも、絵の具セットも習字道具もピアニカも裁縫箱も、何でもかんでも、ツンツルテンで、ハゲチョロピンのお下がり持たされてたのが俺だけで、どれだけ惨めだったか知らないから、そういうことが言えるんだよ。男の子と女の子一人ずついて、何が不満なんだよ。十分じゃねえか。と言ってくれた。とめ、無言で洗濯物しまいに行っちゃった。だいぶ年下で、いつまでも可愛い弟みたいに思ってた小糸が言ってくれたのに、スカッとしつつ、お下がりばっかりだったのを気にしていた小糸が、ちょっと不憫で泣きそうになった。